ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。いきなりだけど、どんなところに住みたい？本当にいきなりだな。恵比寿。ああ、お家賃高いけどおしゃれで落ち着いてていいとこだもんねー。じゃなくて、どんな住みか？あ、そっち？今住んでみたいのは縦穴式住居かな。そんなに連発でボケなくていいよ。六本木ヒルズとか色々あるじゃん。そんな、ザ高級マンションみたいなベタなのはいいかな。じゃ、何穴式住居ならいいの？そこに入る言葉、縦しか知らないから。いや、実はボケたわけじゃなくて、エコな観点で見るとちょっと住んでみたくなる魅力いっぱいなんだぜ。え、何穴式住居が？縦穴式住居な。そっちから被せるのは斬新だな。小馬鹿にしてるんだけど。全然納得してないみたいだから、縦穴式住居について解説していこう。それじゃあゆっくりしていってね。縦穴式住居の歴史。縦穴式住居って、縄文時代の家のことでしょ？惜しい。縄文時代にできた家ではあるな。どう違うの？厳密に言うと住居ではないけど、縦穴式の建物は江戸時代まで作られた跡があるんだ。え？そんな最近？普通に長屋とかあったのに？1637年に起こった島原天草の乱は知ってるよな？当時の藩主による過酷な年貢の取り立てへの反乱でしょ？お、キリシタンの反乱と答えないなんて霊夢、やるな。そう、その島原天草の乱は最終的に籠城したんだ。ポルトガルからの支援を待っていたと言われてる悲劇の籠城戦ね。それが関係あるの？籠城した原城には縦穴式の建物の跡があって、籠城した人々が家族単位で使っていたと考えられているんだ。比較的、手軽に作れる住居ということなのかな。籠城したのは冬。そして、湿火による火災を起こさないように建物には火を焚ける炉の跡はなかったんだ。壁材や屋根材は不明だが、火を焚かずに冬を過ごせる簡易的な住居として縦穴は最適だったんだろうな。反乱を起こしたくらいの人々だから我慢強かったのもあるだろうけど、その頃にも有用だったのはすごい。そんな縦穴式住居が作られ始めたのが、霊夢の言ったように縄文時代なんだ。氷河期が終わって暖かくなって、定住生活を始めた時に作った住居が縦穴式住居なのよね。どんぐりや栗など落葉広葉樹が育ち、海水面の上昇と土砂の堆積で魚や貝類も取りやすくなったという環境と、土器の発明によって定住が可能になって、多くの人に選ばれたのが縦穴式住居なんだぜ。縦穴式住居の特徴。でも、どうして縦穴式住居だったのかな？掘らずにそのまま建てた方が簡単にできそうなのに。まず一つの理由は、地面を掘って半地下にすることで室内の温度を一定に保っていたというのがあるな。外気温の影響を受けにくくなるということ？そうなんだ。深ければ深いほど土の温度は一定を保つことを彼らは経験として知っていたんだ。だから、北海道みたいに寒いところでは縦穴が2メートル以上あるものもあるんだぜ。ということは、夏は涼しくて冬は暖かいの？夏は外よりも確実に涼しい。けど、冬は火を焚いてその熱を逃がさないことで暖を取ってたんだろうな。ああ、壁が土だからそりゃ普通の壁より熱は逃げないよね。地面を掘った理由のもう一つがそれ、壁だな。壁が土だと保温しやすい？それも理由の一つだが、当時の道具は石器だけ。だから、木材の加工が大変なんだ。あ、そうか。板なんて作れないものね。作れてもせいぜい木を切り倒してそのまま柱か。数本の柱に針を渡して樹皮で覆い、土やかやぶきの屋根をかけただけのものだから、壁を作ろうとすると大変だし。そもそも木を切り倒すの自体大変だから、切った木の長さの調節をするより掘る深さで調節した方が楽なんだ。ノコギリなんてないんだもんね。あと5センチ切って、って言われたら掘れや、ってなるわ。だから実際、柱を埋めていた部分の深さはそれぞれに違うんだぜ。そういえば、木を土に埋めてたら腐っていったりしないの？埋める部分を焼いて炭化させて腐りにくいようにするという知恵もあったらしい。それと、縦穴式住居の中には炉があって、煙を逃がす穴もあったんだが、それも一役買ってる。火を焚いてると木が腐りにくい？室内に煙を回していぶすことで、防腐、防虫の効果も持たせてたんだな。バルサン的な。まあ、そうだな。あ、特に突っ込むわけじゃないんだ？まさにそんな感じだし、バルサンの成分を説明するのも面倒だし。解説動画で説明を面倒とか言わない。面倒というか、一緒に滑って火傷する恐怖が漏れちゃったぜ。あ、漏れたって言えば、地面を掘り下げて暮らしてるのに浸水したりしなかったの？すごい軌道修正の仕方だが最もな疑問だよな。集落を作る時には川の近くを選んで水を確保することが多かったようだから、浸水対策も考えられていたんだ。浸水対策といえば、侵入を防ぐか、別な排水を設けるか、ってところかな？シンプルに前者だな。穴を掘った時に土を土手のように盛り上げていたんだ。そして屋根が土手の外側に着地させて侵入を防いでたんだぜ。縦穴式住居って、かなりのハイスペックだわ。
と言っても、縦穴式住居の耐用年数はせいぜい20年程度と言われてるんだ。なんか、今までの話聞いてるともっと持ちそうな気がするけどな。木や土を使ったものだから、土に帰っていくんだよ。そこら辺は当時の人々のあり方にも関係するんだ。縄文時代の人々の精神性。人々のあり方というと、考え方とか価値観が関係してくるの？例えば、縦穴式住居に使われてた木材は栗の木が多いんだ。食用に建材にって栗の木、大活躍ね。だから、栗の木を栽培していたところもあるんだぜ。狩猟、採集の時代と言われているけど、農耕とまではいかなくても栽培はしてたのね。栗の木は成長が早く、実がなれば食べることもできるし、建材としても優秀だからな。そして、建材として使った木は建物ごと土に帰り、そこに新しい植物が芽吹く、という循環ができていたんだ。ものすごくエコな循環ができていたんだ。住居が土に帰れば、その土地の環境が回復するまで別なところへ移動して暮らすことを繰り返したんだぜ。植物や動物を取り尽くしてしまって生態系を変化させてしまわないように配慮してたのね。生命が循環することや再生に対する信仰のようなものがあったと考えられているんだ。じゃあ、他にもそう思わせる文化があったの？意見が分かれているが、埋葬の仕方でも、再生を願っていたとも思えるところがあるな。埋葬法でわかることがあるの？当時は土葬で、体育座りの形に折りたたんで葬る屈葬というものが一般的だったんだ。屈葬は、胎児の姿であることから、再生を願っていたと考える人もいるわけだな。単純に文化として見てきたけど、言われてみれば当たり前に人々にはいろんな思いがあったんだよね。もしかしたら縦穴を掘ったのも、母なる大地に潜るということが重要で、過ごしやすさは後付けだったのかもな。大地の中に潜って寝起きすることで気持ちをリセットする意味合いがあったりしたのかもしれないね。そういう目で見ると、彼らの生活もまた違って見えてくるな。冬の夜に火を絶やさずにいることも暖を取れたのは結果で、火のそばで安心していたかったのかも。すべてのものに神や神秘的なものが宿っていると感じていたと考える説もあるんだ。母なる大地の恵みである木材を使って、大地に包まれるように掘り下げた建物を作り、土と水でこねた粘土を神聖な火で焼いて作った土器を使って調理して食事する。なんだか世界に対する敬意や感謝が伺える暮らしのように感じるね。その通り。決して必要以上に狩猟や採集をしたりせず、暮らす場所を転々とすることでバランスもとっていた。科学なんて知らなくても世界に生きるものとしての節度を持っていたのね。それが、縄文時代の人々が全てのものに神や神秘的なものが宿っていたと考えられる理由の一つだな。自分自身たちを取り巻く世界と、自分たち人間に対して、謙虚に、誠実に向き合っていたように感じるね。後に空海が広めた草木国土疾海成仏というのが日本に浸透しやすかったのはそれが原点だからなのかもな。全てのものは仏性を持ち、仏となる可能性を持っている、か。だから1万年以上の長い間続いたんだね。縦穴式住居の進歩。さて、また住居自体の話に戻ると、縦穴式住居は最初に言ったように縄文時代以降も作られていたんだ。江戸時代は特殊な環境下での話だったけれど、住居としてはいつまで使われていたの？一般的に住居として使われていたのは平安時代ぐらいまでだが東北地方では室町時代にも作られていたんだ。室町時代って1500年代までだから1万年以上前から500年前まで使われてたってものすごいロングセラー。大人気商品だけあって、時を経るほどに縦穴式住居も進歩していったんだぜ。なかなか進歩しにくい形状な気もするけど、どう変わっていくの？室内に炉を作れるようになったのは縄文時代中期なんだ。だから、その前は持ちが悪かったかもしれないな。さすがに縄文時代序盤は火を室内で炊くのは難しかったのね。それから中二階が作られるようになっていくんだ。中二階？急になんでそんな微妙なものができたの？そんな大層なものじゃなくて、食料を保存するための空間だな。なるほど、生活空間として中二階があったんだったら、なぜ一旦地面を掘った？ってなるとこだった。中二階に食料を置いて下で火を焚くことで乾燥させて保存していたんだ。燻製ができそうな保存場所だね。実際、燻製も食べられていたらしい。燻製に関しては燻製を作るための炉があったからな。そんなものまで作られてたの？土器に食料を入れて地面に埋めて保存した結果、ひしおができて、調味料として使っていた可能性もあるらしいぜ。ひしおって、ナンプラーとかみたいな発酵食品ってこと？うん、燻製に発酵食品に。って、グルメな人たちだったって説もある。縄文時代、侮れない。その侮れない縄文時代の後、青銅器や鉄器とともに稲作が伝わり高床式倉庫が作られ、新しい文化が作られていく弥生時代になって、また少し縦穴式住居も進歩するんだ。なんだか縄文時代のことばっかり話してたから、弥生時代って言われるとすっごい新しい気がする。
1万年以上前からスタートする縄文時代と比べて、弥生時代は2300年前から始まるから、最近っちゃ最近か。いや、2300年前って言われたら全然新しい感じ薄れた。でも、高床式倉庫だぞ。金属器だぞ。そして、米だぞ。ああ、やばい、弥生時代、新しい。1700年前には古墳時代に移ってくけど、え、その後古墳時代だっけ？やっぱ新しくないんじゃ。っていい加減にしろ。悪い悪い。無駄に混乱したけど、なんだったっけ？米っていいよね。だよねー。って違うよね。いや、違わないけど違うよね。弥生時代になって、高床式倉庫や平地式建物と呼ばれる建築が作られ始めたんだ。高床式倉庫は有名ね。ネズミ返しがついてる建物ね。そう、床が地上に出てきたわけ。でも、高床式倉庫にしても平地式建物も住居には向いてなかったんだ。なんで向いてなかったの？高床式建物は特にそうなんだが、夏は風通しがいいから涼しいよな。うん、涼しそうだね。じゃ、冬、寒いだろ。火、耐えたらいいんじゃない？木製の床で火なんか耐えたら温まるどころか火事になるぜ。なるほど。そういうわけで向いてなかったわけね。そう。だから、引き続き縦穴式住居が採用されていた。高床式倉庫みたいな木材の建物もできるくらいだから木材加工の技術も上がってるだろうに。縄文時代の人々は技術や知識、知恵は未熟だったのかもしれない。けれど、逆に言えば、そこから生み出されたものだからこそ、無理がないのかもしれないな。より自然な形ってことか。だから、それをしのぐものはなかなか出てこないものかもしれないね。そしてまた、少しずつ形を変えながら残っていったんだ。どんな風に変わっていったの？縦穴が浅くなって、柱が高くなった。あと、板を使った壁を設けていた跡もあるらしい。なんか、今までの驚きの連続から見ると全然インパクトない変化ね。伝え方の問題だな。なんとなく意味なさげに伝えてみた。じゃあ、あっと驚く何かがあるの？いや、特にない。ないんかい。うん、でも、村から国という概念が生まれていく時代、社会というものが強く意識されていったんだろう。だから、より地方近くに住んだというのは社会性の表れかもしれないという説もあるな。住む家によってそうなったのか、社会がそう変わったからそうなったのかわからないけどね。さっき話したように、縦穴式住居が作られた時代に作られたものたちは無理がなく、自然で、強い。そうね、世界の仕組みに逆らっていないから、なのかな。そうなんだ。文明は、よりよく、便利に、暮らしやすいように、幸せであるように、進歩したものだよな。うん、捉えようによってはそうかもね。なのにきっと、縄文時代の人々よりも私たちは忙しいんじゃないかな。う。そうね、多分、そんな気がする。日が暮れる頃、ぼさーっと金星を眺めながら明日何しよっか、って考える暮らし、憧れるよな。うん、イメージ的に豊かな暮らしに感じるかも。で、家に入って、一土の匂いの中で焚き火をして、じんわり部屋が温まったら火を小さくする。そしたら暗くなるから火のそばで火を絶やさないようにしながら火のそばで眠る。やばい、ちょっと縦穴式住居が魅力的に感じてきた。心地よい疲れに身を任せて目を閉じると静寂。パチパチと焚き火が跳ねる優しい音だけ。そこにあるのは自然で当たり前の暮らし。さあ霊夢、どんなとこに住みたい？オーシャンビューの高層マンション。よし、台無し。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。